おはようございます。チャワラのチュンです。今夜12時前ですね。23時50分です。ジャガマラン週1で企画会議みたいなことをするんですよ。2時間ぐらい夜するんですけど、ひとしくんがですね、街のパーキングに車を置いて、企画が9時から始まるから家に帰らなきゃなと思って8時半ぐらいから探し回って、今この企画会議終わってまだ車が見つかってない状況です。あった？ないよ。面白い件言っていい？全然来てもいいけど、いっぱいよ。着いたらまた連絡するね。連絡できんよ、多分2%やから。いや2%保て保てない保て。町の公園に到着しました。そしたらね、ブランコに乗ってるねおバカちゃんがいましたよ。ない。何が車がないんやけど。違う、亡くなったのはお前の記憶やろ。何これなんか書いてる？ないって書いてんや。わかりづら。探し行くよ。4時間探したんや。あのさ、マジでね、なんでない迷宮よ。ねね、いや、迷路よ。もっと一大事に捉えろ、じゃあ。ここは東京か。じゃあ一大事に捉えろ。ねえ、本当に車で来た？絶対来たよ。絶対来たよ。俺それ分かったんかったら、23歳よ俺。おい、なんで23歳が3時間パーキング探して4時間な、車見つけられる4時間いばんな。ほら、この人探した。ここももう5回は探した。嘘ばっか言うな。マジよこれは。盛らずにやからね。黒い車あるんよ。黒い車あります。遠目で黒いって分かるんよ、うん、絶対違うやん、うん、3回は見たよこれ。なんかね、こういう探し物しとるときってね、意外なとこにあるもんね。そう、大体の当たりどころじゃないとこ絶対あるけど、ね、いや、ちなみにあそこの道を通ったのに記憶あるよ、確か。いや、それもない、多分。それも嘘やけど。ほんと、これマジで。あのね、俺絶対この辺を歩いたんよっていうのが嘘。じゃあちょっとついでにパーキング紹介しようかですか。お前、この動画のタイトルは、あれよ、ひとしが車をなくの街に、止めるおすすめパーキングの場所。ミニッツパーク。一旦ここも探そうです。あ、でも確かに人志っぽい車ないですね。ない。このパーキングはね、1時間100円やけ安い。もう確かにこれ上限がない。ただなるほど、上限がないけん、近道以外だったら割とおすすめやね。あそこまで割とおすすめ。でもあそこまでも上限ない。あそこ？ここやろ。あっこよう止めるよね、俺ら。俺よう止めるよ。早く車見つけたいから。早く車見つけないかんねん、バカ。こうやって通ったんや。こうやってさ、ずっと探し回ってたらさ、ゆくゆくか車も全部なくなっていくやん。そうよ。うん、そしたら最後に残った車がお前のじゃん。そうよ。あっ、全部出たね。CM が、さっきの。あ、ちゃがまなんです。頑張れ、ありがとうございます。チュン、チュン、惜しい。トンじゃない、惜しい。あ、ちゃがまなんです、ありがとうございます。イエーイ。ちょっともう、一旦たけちゃんとこ行って飲む。タケちゃんのもあったもん俺。なんであったか。ひとしって呼ばれて電話に。タケちゃんのバーがこちらです。タケちゃんのバー。イエス。あ、そうなの。LINE してます。へえ、すごい。こっちは狭いね。どこに繋がる。あ、タケちゃん。タケちゃん。タケちゃん。お前タケちゃんや。頑張らん。お疲れ様です。お疲れ様です。撮影中ですか。いや、こいつが車がないって言って。僕の車です。こいつ自分の車探して今5時間目です。え、パーキング止めたんですけど、マジの見失っちゃって。ほら、もう笑ってないよ。引いてるもん本当に。もうね、それのネタで、これサブちゃんやね。サブちゃんですね、と思うじゃないですか、うん、もうこのメイン。いやろ、メインいけるこれ。え、俺も探す。いやいやいや、申し訳ないです。本当に見つからないんで。え、行こうよ。仲間が加わった。パーティーが加わりました。めっちゃ恐ろしい。ネタじゃないんで。あ、一応です。のバリバリ言うやん。広島ナンバーで。バリバリ言うやん。ここもう10回あります、ね。あれじゃない？ってか、え、これじゃないの？違います。これじゃないの？これワゴンあるじゃないの？え、この白違う？自分の車じゃなかったってパターンはないですか？ないですね。あ、確かに。高知県は家族じゃき。あれ、こっち側行ってないマジ。俺一回も。は、ほんまに探しに行ってないこっち。え、またあるんじゃない。え、嘘、え、嘘、嘘、マジ。え、あ、マジよ。うわ、あった、やばい、やばい。あった、
で俺感動できたかやろ。お探しました。皆さん、Google マップでなんかメモ入れるそうなんで、はい、今後そうしてくださいね。はい。